久保さん。24時間で終わりました。終わりましたね。最後のセールスドリアカの。これ何人、入学願書何人来たかっていうと、6人ですかね。はい、120万で、えー、6人来ました。で、6人まだ、決済はまだこれからなんであれなんですけど、6人決済すると7人だったかな。うん。7人か。7人だと120で、 800万ぐらいですかまあ、ちょっと1000行きたかったんですけど、まあまあ全員がね、入学願書提出してくれた人が全員入るかどうかわかんないですけど、まあ、少なくとも入学願書提出したっていうことは、まあ、入る前提では、あの、願書提出していただいてると思うんで、まあコンバージョンは高いかなとは思うんですけど、わかんないですね。これは最後の最後。最後の最後、決済確定が最終決なんで、入ります詐欺もありますから、<laughs> 入ります詐欺っていうね。 やります詐欺と入ります詐欺入金します詐欺っていうね <laughs> まあかんないですねうんうまあでも今回初めてねあの120万でそのウェブで販売してあのまああるね面白いデータが出ましたでこの面白いデータに関してはまたねドリームアカデミアでシェアしようかなと思うんですけどあこれ露骨に出たなみたいなまあ結論まあ種は明かせないですけど 種まきしてなかったら、まあ、ゼロだったなっていう、ゼロに近いかったかなと思いますね。うん。種まき。やっぱ種まき、どんな種まきしてるのかって大事ですね。まあ、これはまあ、来年のフォローアップ勉強会、ドリアカのフォローアップ勉強会でも、アーダーコーダもうめちゃめちゃ深掘りしてね、講義の方を作ろうかと思うんですけど、めちゃめちゃ今回ね、出ましたね。データが。面白すぎるデータが出ましたね。 なるほどねっていうところですね。でも、ドリームアカデミアで教えていたことが、まざまざと、あのー、今回起こったっていう感じですかね。まざまざと。うん、まあ、種まいてないと咲かないですからね。だらもし僕が種まいてなかったらあ、その6、7人の入学願書なかったでしょうね。うん。そう。種まきしてますか。種もまかないかったら花咲かないですよ。いってらっしゃい。